漫画家モバイルハウスと生き方アドベンチャー男に出会う。自給する暮らしをシェアするハウス、糸島シェアハウスに滞在していた時のこと。その日やってきたのはもう一台のハウスだった。遊びに来ました、ナルです。モバイルハウス生活しながら日本回ってます。やっぱし一等車は違うね。この外壁がすごいね。おしゃれ。あざっす。この鱗板は1000枚以上あって全部手で切って春作業したんやけど、気がつくと1週間が過ぎててびっくりでしたわ。なんだそれ、くっそやばい。もしよかったら車ですぐのところにいい銭湯あるんですけど行きませんか。役、自分をモバイルハウスに乗せてください。乗せなさい。それいいね。どう、家に乗っちゃう。いや、モバイルハウスに乗る前はハワイで暮らす夢があったんやけど。ハワイ、お金も必要やし、バンダイの営業をやってガンプラ売りまくって、アッカイってキャラでオハスタも出たんやけど。おバンダイ、アッカイ、オハスタ。いざ行ったらハワイが爆発して。ハワイが爆発。住もうとしとったところで溶岩が噴出して、なんだかんだ尿管結石になって体がボロボロになって、ほんで朝起きとったらバッグが盗まれとって。バッグが取られる少し前の写真、すごい。帰国した後何しよっかなっていろいろ迷っとったんやけど、東京で何万も家賃にお金が消えてくのが嫌になって、そんでまあモバイルハウス次っぞー。その後、うわー、体重が40キロ台しかない。断食したからや。シェアハウスではご飯を共にし、うおうまー、1ヶ月ぶりのごちそうや。これアナグマ肉のカレーなんですけど、ちょっとお口に合うかどうか。へえ、いただきます。あれは臭みがやっぱり出すぎて土に埋めようかと検討中の。うまー。翌日、なるくんは旅路へと戻っていった。また会いたい。